お元気ですか？僕趣味です。今日はですね、なんちゃってね、豚骨ラーメンでございます。なぜなんちゃってってつくかと言いますとですね、豚骨ですね、あの豚骨をね、炊いてスープを作るのは結構ね、あの時間と手間がかかるので、実はあのなんちゃってとか裏技があるんですよ。多分やってる人もいると思いますが、牛乳と味噌、で実は豚骨に似た風味が出てくるんですよ。これ前一回やったんですけどね。で今回はね、あのいつもラーメン作ってるからね、ちょっと変わったラーメン作りたいなと思ってやったんですけどね。本当はね、あのちゃんとした豚骨ラーメン作りたかったんですけどね。あの一回私もね、豚骨を作る、ね、ところをね、実際に見たことがありますからね、大体は知ってるんですけどね、だけどね、時間がなかったので、さっき言った通り、味噌あれば赤味噌の方がいいかなって私は思いますけどね、で、あとネギとですね、あの分け切りですね。で、お酒は焼酎の、焼酎だよね、ウイスキーのサイダー割りでございます。はい、で、またプロ野球カード買ってきましたのでね、届き次第開封やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、あとは告知は今のところございませんが、またね、レトルトカレーのね、試食動画もやっていきたいと思いますし、カップラーメン、カップ焼きそばもね、やりたいと思います。その時出た時は、見に来てください。よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。